け道っていうか右側は住宅団地、あの成城団地っていう名前名所らしいんですかね。はい、この辺は東松山市まもなく斜め右方向で小畑カーブで左特別支援学校様。結構給料起伏が激しいですね。激しいって多いですね。この斜め右方向で、まあ、住宅も多いですけれども、この辺住宅団地、東武台っていうんですかね、東武台、まあ、住宅多いです、住宅団地ですね。はい、7月18日日曜日午後1時46分でございます。東松山市をご案内、住宅地のご案内です。33度34度の気温になっております。しんどくてもやっぱりスカッと晴れてた方が気分的にはいいですかね。もう毎日毎日あのこの間ずっと梅雨時雲広がって一面どんよりとした空模様が毎日続いておりましたので、あれだと気持ちもあんな感じになっちゃいますからね。人生生きていく中で、まあ、何の話始まるっていうことですけど、まあ、どんなことがあっても何があってもやっぱりポジティブに前向きに明るく生きていかなくちゃもったいないなっていうのありますね。損だなっていうような簡単に言うならば、私もどうしてもネガティブな性格なんで、でなるべくなら人に迷惑かけたくないとか気使うから人と会わないように、会いたくないっていうかあんまり接触したくないっていうのか、まあ内向的っていうか引きこもり、もともと引きこもりでしたので、そういう殻に閉じこもるような性格になの元々の性格なので、気持ちどんどん沈んでて、むしろこっちの方が良かったんだっていう風に考えないとやっぱりいけないのかなっていう。まあちょっとこの晴れた日が続いて、非常に、やっぱり気持ちのいい天気が続くとですね、そういう、明るく前向きな気持ちになりたいっていう、ことを言いたかったんですけれども、は
松山市を走っております。まだまだちょっと目的地遠いので、この後は館林の方まで向かう予定でございます。はい、本日もたくさんのご利用をいただいております。ありがとうございます。埼玉北部群馬東部地域の、限定でございます。不用品回収専門でなっております。14年目を迎えました。14周年、10月から15周年になります。便利屋ハッピーは皆様に愛されて、ここまで長くできております。皆様のおかげでございます。はい、東松山市民病院この付近でご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。